こんにちは、内川店長です。よろしくお願いします。今日はね、CP カンパニーのブルゾンです。まあ、基本はキルティング仕様、中綿全体に入ってます。キルト仕様の、軽量ブルゾンですね。意外ともう秋口、ちょっとした時からもう T シャツの上にポッと羽織ってもらって、だんだん中をね、ニットとかミドルゲージにしていったりとかで、冬中過ごせるアイテムかなと思います。特徴としましては、フロントはこれダブルジップです。ダブルジップでトップに CP カンパニーのロゴ入りのこのジップがついてますね。で、素材です。おなじみになりました CP シェルです。撥水防風で湿度は逃がしてくれるという感じの機能素材です。中綿仕様で、本当に軽い着心地で、でもちゃんとあったかいです。で、このね、切り替えてるんですが、わかるかな、ここで切ると背中も切り替えがついてて、お袖の部分も、キルトじゃないです。でも中綿は入ってます。これなんでこの上の部分だけが切り替えられてるかというと、可動域を広げるためです。この部分はストレッチが効いてるので非常に動きやすい、そんな感じですね。で、フードです。立ち襟でフードになってます。このフードは取り外しできます。で、中に CP のお得意のゴーグルレンズがついてますが、これは隠してあるので、出したい方は表に出す、隠しておきたいなっていう方は中に入れたまま、このようにレンズが見えないような状態になっているので、こんな着方もありかなと思います。で、相変わらず収納もちゃんとしてて、脇ポケットもファスナー仕様です。ファスナー仕様で、内ポケットは、パッチのフラップ付きで、脇はこんな感じでメッシュになってて、通気性をよく考えられてますね。はい、そんな感じです。じゃあこのままこれに、ブラックもあるので、そちらも着てみたいと思います。はい、こちらブラックになりますね。白の場合は黒のファスナーとかが逆に配色になって、非常にそれもワンポイントになってたんですが、黒は統一されてます。フードの部分のレンズを出してみました。表に出すとこんな感じに出ます。これを裏側にひっくり返すと、レンズを隠すことができる、そんな感じですね。本当にね、もうこういう気軽に羽織れるアウター、ちょっとスポーティーなアウターが最近は非常に人気も高いので使えると思いますね。ちょっとこういうドレス系のパンツとかに合わせていただいてもいいですし、中は T シャツだったりニットだったり、何でも合わせがいいと思うので使えると思います。ぜひお試しください。